はい、では今日も暗号通貨ニュースをダイジェストでお届けします。今週はちょっとね、重要なニュースがあるんですよ。まずは中国銀行監督当局、仮想通貨を使った違法な資金調達が横行ということで、これはまあずっとですよね。 うん、仮想通貨っていうのを使って、まあ、いろんなね、マネーロンダリング使われたりとか、テロの資金とかっていうのありますけども、やっぱこれはね、仮想通貨じゃなくても、あの、リアルマネーでも十分ありますんで、えー、こういうものに関しましてはね、もうなくならないことかなと思います。まあ、だからといって、えー、多くの方が暗号通貨だけが綺麗で犯罪のないものっていうふうな幻想を抱いているんですよね。うん、でもこう、お金っていうのは結局は誰かが悪く使うこともありますし、 いいことに使うこともありますし、これは使う人の思考だと思いますんでね。えー、一定の規制は必要なのかなと思います。まあ特に中国っていうのは、まあいろいろとあるみたいですからね。はい、次です。これ重要ですね。中国暗号通貨取引所代表リップルが112.59円突破すると見ていると。数日内の可能性もあるよってことですよね。まあ当然ですよね。えー、特に値動きが今ありましたんで、60円超えてからこれは100円超えるんじゃないかっていう人が数多いんですよ。 うん、なんかね、多分ですけども、YouTube の中でも、リップルこれからこう上がりますよとか、実は気をつけてください、上がりませんよ、下がりますよみたいなことね、いろいろ言うんですけども、はっきり言いますけども、何回も言いますけど、ずっと言いますけども、誰もわかりませんから、こういうのは。あの、ドル円の FX があるじゃないですか。あれのね、1時間後の価格だって、誰もわかんないんですよ。 なのに、なんでね、この暗号通貨みたいなボラティが大きくて、えこうやってファンダメンタルに左右されるようなものが予告できるのか予言できるのかってことなんですよ。わかんないですよ、そんなもの。特に3日後とか1週間後とか1年後とか、私は分かってましたみたいなことを言う人がね、後から出てくるんですよ。だったら、それは、例えばね、あの、10日前にリップルがまだ30円前後の時に、これが60円になるよ、1週間でって言ってみろって話なんですよ。 で私はこんだけ仕込みましたってやってみろってことなんですよ、うんなんかね、そういうことを考えると、まあ、別にね、あの資金投入したところを見せろとは言わないんですけども、いろいろ予測を立てる人はいるかなと思うことなんですよ、だからそういうのをね、全く見ない方がいいですね、私はもう見ないし、気にもならないんですよ、要は今ある情報の中で、自分がどう解釈するかっていう解釈力を使っていけばいいわけなんですよ。 で、その解釈が外れていればなんでかなと思う。そして当たっていればなんでかなと思う。この繰り返しで自分の解釈能力、未来予知能力、近未来予知能力っていうのが、あーまあ、 だんだんね、培われていくんじゃないかなと思います。誰かが言ったからそうなるんじゃないかなっていうのも、ほんとね、投資をやめた方がいいですよ、そんな人は。愚の骨頂です。ほんと、ここはもうね、厳しく言わせてもらいますけども、未だに分かってない人がもしかしたら、どっかにいるのかもしれませんけども、うん、まあ、今回ね、リップル私も大量購入したところに対して、まあ、いろんなご意見とか説をいただきました。こういう方はね、本当に自分の頭で考えてるなと思いまして、私もね、すごく勉強になるなと。確かに私も不確定要素がある上で、 資金投入をしているところがありますので、まあ真似しないでくださいねっていうね、えー、そういった注釈をよくつけてますけども、本当真似しないでください。私がやったからといって、私だってね、あの、資金を失うことだってあったわけですし、これからもあると思いますんで、ただ、私は、なくなってもいいお金でやってるだけですよ。MLM も、こうやって暗号通貨も、どんなね、事業投資も、なくなってもいいお金でやってるんですよ。まあ、なくなってほしくはないですよ。 でも、それがなくなっても、すべての投資資金とか活動資金がなくなっても、私は自分の暮らしに全く関係がないと、うん、だから毎月毎月生きていくのに、二十数万あればいいわけじゃないですか、そこには手をつけてないんですよ。 で、他のお金っていうのは本当の余剰資金です。毎月何百万使おうが余剰資金なんですよ。そういう感覚にならなければ、なかなか難しいですよね。まあですから、あーそんなにね、たくさんお金持ってる人がたくさんいないと思いますけども、例えば月収25万の人が生活費で22万使いましたって言ったら3万円が余剰資金じゃないですか。その3万円のうちで余剰資金の使い方もいろいろあるんで、3万円のうち自分の精神的ダメージが少ない5000円を使うみたいなね。こんな感じでやっていかないといけないですよ。 月収ね、20万とか30万の人が、あの、30万、50万みたいな一気に貼ってはダメなんですよね。うーん、なかなかそこら辺なんじゃないかなと思いますけども、皆さんどうお感じになったですかね。はい、ちょっと長くなりました。すいません。で、モンスター級の大麻産業、恩恵を受けるのは仮想通貨、ダッシュなのかなということで、ダッシュがよくこういうのに使われるってことをお話出てますけども、なんでなんですかね。これもちょっと今まだ一根拠がないと思うんですけども、ダッシュ以外だって、スーパーマイナーコインでもいいわけですよ。で、名も知られてないようなコインとかね。 えー、有名人がドーンとセールスして使われなくなったコインを使うとかでもいいわけなんですよ。どうなんですかねはい。えー、国連の持続可能な開発目標、SDGS 達成のため、仮想通貨ファンドが設立。あ、これはいいニュースですよね。えー、いろんなね、ファンドがどんどんできていただきたいと思います。社会にやっぱり組み込まれていく暗号通貨の、まあ、企業とか団体とか法人とかね、こういうのがどん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 ,どん、お誠実に運営していけば、また利用者も増えるんじゃないかなと思います。まあ、実際日本人の350万人、 ね。1億人いるうちの350万人、3%以上が暗号通貨を何らかの形で保有してますからね。それはもう0.01ビットかもしれませんけども、保有してるわけですよ。そういうことを考えると、だんだん暗号通貨が正しく使われればいいのになって思う人がこれからも増えていくんだと思います。 はい顧客の要望が多すぎて、ブラジル最大の金融グループ、渋々暗号通貨取引所立ち上げ、いいじゃないですか、国民のニーズが、やっぱりこういったね、えー、第二金融機関を動かすということで、えー、我々も、うん、大いに声を上げていきましょう、特に金融庁に対して、ちょっとね、税率が高いんで、決済できないじゃないですかっていうね、そういう声を上げていけばいいんじゃないかなと思います。 はい。米国会議3つの法案で仮想通貨支持の決意表明。これは大きなニュースですよね。えー、米議会の議員3つの法案でですよ。暗号通貨を支持してくれてるということなんですよ。うん。これはもう向かい風じゃなくて追い風になってきたのかなと思います。はい。えー、これですね。シルベスタスタローンじゃない。これ何うん。シュワルツネガーさんみたいな顔してますけど、関係ありません。えー、仮想通貨テザーに対抗馬、ベイドル・連動えー、ジェミナイ・ダラーが、あー ヒットに上場おこれはちょっと知りませんね、ジェミナイ・ダラーっていう,う、こういったね、ちょっと、なんなんでしょうね、騎兵隊みたいなのが、ヒット BTC に上場しましたね、まあ、ヒット BTC っていうのは、すみません、私、個人的に思うんですけども、ヒット BTC って、なんかどうもねあの、妙なものまで上場させてるところがあります、だからといって、ヒット BTC がダメってわけじゃないですよ。 妙なものまで上場させていませんかと <laughs>。なんかね、わかんないものもよくやりますよね。だから私が分かってないだけなんで、人 BTC の方が頭いいと思いますから <laughs>、まあ何が起こるのか注目していかないとなというところですね。はい。ヘッジファンド界の巨頭、仮想通貨相場は強気だった。リップル急騰にも言及。あ、これは、 内容わかりませんけども、リップルが上がったことについて、ちょっと待てよって言えるようなね、そういった意見かもしれません。ま、あどっちにしても、上がるってことは下がる要素がどん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 ね、膨らむってことなんですよ。あの、運動エネルギーとか位置エネルギーってありましたけども、今回ね、位置エネルギーの話です。チャート上でどん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 上に上がっていくってことは、それだけ下がった時にものすごい勢いが出ますよっていうふうなエネルギーを貯めながら上がってるってことですから、これは私も思います。決済タイミングがあ、もう重要ですよね。 え取得単価を決めたら、今度は決済タイミングなんですよ、決済タイミングを逃すと、あのときは儲かっていたのに、今、含み損だよって話になるんですよ、多くの方はそうなんではないかなと思います。 はい。香港証券取引所ブロックチェーン、えー、企業買収を模索、手数料ビジネスからの転換に絡みということなんですけども、あ、転換に絡みですか。うん、手数料ビジネスで今最大のものはやっぱり暗号通貨ですよね。まあそういう意味でも、ブロックチェーン、企業買収っていうのはあ、直球で暗号通貨ではないですけども、ブロックチェーン、企業買収っていうのはあ、これから起こりうる M&A とかになってくるのかなと思います。まあこの子が履いてるね、イラストのスリッパがウサギだなってところが気になりますけどね。 はい。で、次のニュースなんですけども、仮想通貨ファンド、生きがいが10月に始動資産1兆円の男の元部下、決意変わらずとお。なるほど。資産1兆円の男、スティーブ・コーンのヘッジファンド運営会社、ポイント72、アセットマネジメント、長いですね、を昨年12月に去った、 トラビス・クリン氏が来月に独自の仮想通貨ファンドを立ち上げることが明らかになった。これは大きなインパクトを呼ぶと思います。まあ皆さんもこういうところをね、ニュース、あの、1年後にとかね、3ヶ月後にとか、半年後って私言いますけども、今すぐ効果があるニュースっていうのは、実は、あの、翻弄されてしまうニュースなんですよ。そうではなくて、やっぱりね、 1> 1 3ヶ月ですね、少なくとも。で、6ヶ月ごとか1年後にインパクトを出してくるようなニュースに注目していかなければ、我々は情報に振り回されっぱなしってことになりますので、ご用心ください。